許せ。一、されどこれも戦国の習い。それがしは信長殿と戦わねばならぬ。お姉様、ごめんね。けど、一も選んだの。ここは私が。されど、一。お兄様を倒すのは一じゃなきゃ。あ、仕方ないよ。これが一の進む道だから。お兄様、お兄様の背中、これからもずっと追い続けるよ。でなきゃ位置で戦う意味がないもの。かかれ。まだ戦は始まらないか。やれやれだ。おいおい、そんなに興奮するな。よう、心からお詫びする。だからそんな顔しないでくれ。せっかくの美人が台無しだ。君の痛みはそのまま信長に返そう。俺は孫一、戦国の魔王から必ず君を守ってみせる。どれ。ったく、こんな運もないか。おおう、なんだ、よかったぜ。お疲れ様。心が震えたよ。特別な気持ちがする。温かい気持ち。戦いに明け暮れる俺にまだこんな気持ちがあったことに。よくもまあ、ベラ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 と。ややわん。また常時言わはって。様は？その、なんだ、行っちまいました。あの、わけわかんねえっすよね。なんだよ、あいつ。なんつって。だく、ついてきてくれはらへんのどすか。ごえもん様はうちと一緒に出雲へ来てくれはらへんのどすか。うっしゃー、俺様の時代が来たぜ。宿敵に出会った。戦いを通じて心ゆくまで語り合った。あとはその宿敵と杯を交わせればよい。貴様を超える男はない。天下は任せたぞ、友よ。杯を交わした者は友か。友の頼みとあらば、良い天下を作られはな。
愛しているわ。殺したいほど。天守にてウヌを抱こうぞ。見ればわかるでしょう。林病と社会人烈財前、あれ良いではないかな。良いではない。おたわむれを